はい、こんにちは。テリー土屋車の話坂戸店のコーナーです。なんとですね、今回山戸さんがいらっしゃらないので、もうすっかり僕4回目で板についてきたと思いますので、僕個人で進めさせていただこうかと思います。で、今回は実はデリカをトータルチューニングして、まあライトチューニングをベースにしたいろいろなパーツを取り付けて、その車が完成して試乗していきたいと思うんですけど、今回はなんとブリッツの生き字引こと塩谷先生をお呼びしたので、ぜひこちらにいらっしゃってください。お願いします。どうも、生き字引の塩谷です。ちょっと噛んじゃった。噛んじゃった。 YouTube だから許されますけど、これ多分テレビだったらあれすぐ突っ込まれますですね。なので今回はあれですよね、はい、サスペンションと、はい、パワーエディターとパワースローパワーコン、あ、そうだ、パワースローパワーコン、はい、すいません、パワースローコン、違うあれになっちゃうもんね、はい、パワースローですね。まあ、そうか、スローコンとパワーコンが一緒になったもので、パワースローっていうのは今ついてますね。あ、そうなんですね、はい、サスペンションついたとレーザー感知器がついてるんですけど、まあどういったなんていう、はい、全体のコンセプトとしては開発の、そうですね、はい、まあ今まで私たちはその車高調であったりとかだと、そのどうしても下げ方向のものばっかりだったんですけども、今回対象車種がまあデリカで、まあ他にもプラドだったりとか、あとジムニーだったりとか、そういった車を対象に、今上げの車高調も結構ラインアップしてるんですけども、今回はそれを投入させていただいたのと、あとなんか結構仮装されてラダーとかつけてるって話だったので、やっぱパワーアップしとかないと、ね、はい、重さに負けてしまうと思ったので、はいはい、今回はパワースローを、まあ、つけさせていただいたという形になりますね。自分も実はまだ乗ってないんで、どういうフィーリングなのかってすごい興味あるんですけど、ぜひ横に乗ってもらって一緒にこれから体感 していただければなと思いますので、はい、これからじゃあ、はい、行ってみたいと思いますので、よろしくお願いします。さあ、それでは早速コンクリート感を見ていただきたいと思います。よろしくお願いします。これで、実は昔、子供の頃に実はデリカ乗ってたんですよ。子供の頃に乗ってた？ 10 年前、横に乗ってました。乗ってまして、で、やっぱり今に蘇る自分がこう思い描いた当時のデリカから発生して、最近のチューニングだったら、まあ、もちろんライトチューニングで、うん、どういう、まあ、コンクリート感ができるのかっていうので、今回お手伝いします。それ昔持ち直って何年ぐらい、はい、90年代、95年とか、自分が本当まだ小学生上がる前にやっぱりこのデリカに乗ってなんかキャンプに行ってたイメージがやっぱり僕自身あって、世界の洗いが三菱に乗ってた、その時そうですね。はい、でもあれですよね、この実は現行のデリカ、これダイナミックシールっていうね、そうデザインなんですよね、うん、この部分が非常にまあ、正直言っている文章を見てびっくりしました。もうちょっと現行のお手伝い塗ってるんですよ。うん、3台塗ってるんですよ。アウトランダーもあったじゃないですか。そう。うん、で、アウトランダーも買ってますね。で、デリカも持ってる。これ売りましたよ。あ、売ったんですね。で、これって正直言って、現行にあるのは本当はちゃんとメッキなんですね。そう。で、メッキで、本当は意外と電気カビてるみたいな、やゆされてる。でこれをですね、ブラックにすることによって、それなんかちょっとなんか電気カメラみたいなイメージを取得してるっていうのすごいよね。あ、そう、ここのエンブレムの方を黒で、そうすればこうですね、そうです、そうです、全部真っ黒にして、やっぱりちょっと大人な感じを、こっちの方がいいじゃん、すごいな、高級感があるんですよね、こっちの方は、はい、もうなんか別物ですよね。そうですね、このバーもつけて、これでも全然ね、やっぱりこのワイルドな感じ、まあ、自分のイメージってやっぱりデリカってこう本当にアウトドアでどんな道でも走破できるようなイメージがやっぱりあるので、うん、タイヤホイールは全く違いますね。ブリッツの商品は何が入ってるの今これ現在車高調と、あとパワースローといってスロットルコントローラーと、あとパワーが上がる装置があるんですけど、それをつけてますね。はい、はあ、でこのタイヤとホイールはこれはどういうこれ選んだんですか。やっぱりそのアウトドアですと、やっぱりホイールも最近のホイールってどうしてもそのなんていうんですか、シンプルなよりもこうやってしっかりアウトドアをイメージしたホイールが大きくなってるんですか。でタイヤの方もこうやってクロスカントリーな形に仕上げて、合計8センチほど純正より上がっているので、
ただ上がってるからといってそんなく見えないっていうのがまた見える、はい、すごいバランス良い感じであのまとめられているので、ミラーも黒くね、ミラーもあの全部黒く、本当はシルバーなはずなんですけど、ここも、はい、黒にそういった、これもあのオリジナルはねシルバーですよね。そうです、これもエクストリームで、はい、どちら黒くんですか、ドメキングのマフラーは、うわ、これ実はあのマフラーカッターだけ、うん、実は86を採用させていただいて、純正のところにつけて、あの、うん、音は静かなんですけど、やっぱ見栄えをものすごく綺麗に仕上げるというところで、見栄えは、これは何にするんですか、フックのケインフックなんですけど、うん、あのボディに直接直付けされてるんで、実際ここから引っ張ることも可能なので、うん、全然あのスタックした車を切るので、はい、なるほどね、すごい丈夫に。これもあれですか、オプションのやつとは違いますね。これオプションとは違うやつ。そうですね。はい。これ新井君が作ったの？これは自分が監修させていただいて、はい。あの、まあ、ここも本来シルバーだったんですけど、全部黒にして、で、ステップのところも、はい。しっかりステイ止めで。そうなんですよ。はい。え、これさ、車両価格以外にいくらかかってるの？トータルでまあサスペンションとかすべて込みでだいたい150以内とかで、はい、で車両価格プラス150とか、そうですね、まあ完全にフルフルでやってくるとそういった感じで、いやかっこいい、はい、うん、ね、すごい、かっこいいわ、僕が持ってるのか別物ですあ、そう、はい、中はシートで、はい、基本的に、はい、中は純正のままで、あ、そうなんだ、はい、あとは探知機、あのブリッツさんのレーザー探知機ですね、はい、レーザー探知機、はい、最新のレーザー探知機がついておりますので、ブリッツそんなこともやってんだ実はあ、そう、逆に今これがあの三菱のデリカ再評価されてるっていうのはボディが小さいからなんか、まあ、逆に乗りやすいんじゃないかって、例えばアウトドア行った時もあまり大きいとなんか山道でちょっとダメだと、あとは世界的にもこれで 4WD ってないんじゃないですか、この車格で 4WD って本当に最近三菱さんしかなくて、ないですね、これ以上大きくなっちゃうと結構いっぱいあるんですけど、まあ、本当このサイズ感であるっていうのは三菱さんだけかなって。そうですね、はい、デリカって昔こうナンバーだったもんね、まあ、そうですね、はい、なんか本当は個人的にはこれ前のね、先ほど先生も言ったけど前の形の方がなんかシンプルでいいじゃないですか、はいはい、で最初出た時どうかなと思ったんですけど、見慣れてくるとこのままねダイナミックシールドもなんか意外とかっこいいな、はい、いやかっこいいよね、うん、本当にデザインも最近の本当最新のなんて言うんでしょうね、デザインも採用されてるので本当昔自分が知ってたデリカとはだいぶ変わってしまいましたけど、ね、はい、乗り味はさらにそこから幾大に進化してるので、びっくりすればいいですよね、そう、はい、これが今中間ですね、そうです、はい、あ、すごい、確かにパワーも全然結構やっぱ変わりますね、トルクフルで、はい、全然違います、この先一般道事故多発地点です、でも16でもそんな硬すぎず柔らかすぎず、はい、本当ちょうどいいような感じがしますね、へえ、おすすめの一応段数にはなってるので、はいはいはい、まあ、ここを基準にしてあとはもう皆さん自由にやっていただければ、はいはいはい、いやでも全然これいいじゃないですか、うん、でも確かにそのバーをつけて若干重たくなってるかなっていうのはあるんですけど、はい、ただその減衰も変わってるんでそのバランスが良くなって、うん、あ、そうすごい乗りやすいですよ、確かにこういう車とかその仮装されると変わりますもんね、全く、そうなんですよ、しかもつく位置がそのボディの中心から離れるんで、はいはいはい、本来ここに10キロ乗せるのと先に10キロ乗せるのと走行性能もだいぶ変わるんですけど、はい、だから余計にそのサスペンションがものすごいこう重要なタスクになってきて、それでも全然だからこの乗ってて乗り味というか、はい、すごくしっかりしてますし、あ、まあ、動きすぎないですもんね、こう普通に乗ってて、そうですね、バタつかないと思うんです、はい、なんか僕の昔が本当昔なんですけど、ブリッツさんのイメージってもっと硬い印象があったんですよ、はいはいはい、なんかここ10年ぐらいでだいぶこう乗り味も変わってきたかなっていうところはあるので、あ、そうですね、ちょっと、まあ、昔だとそれこそあの D1 に出てたりとか、ああそうです、そう、はい、そのイメージがやっぱり強くて、はい、今だとやっぱり結構そうですね、車種とかもスポーティーなものばっかだと思うんですけど、やっぱ結構あの車の市場もそのミニバンが増えてきたりとか、はいはいはい、まあこういった SUV がこうまた
増えてきたりとかっていう、うん、そのいろいろやっぱり市場も変わってくるので、あ確かに、はい、でやっぱりコアなファンばかりに目を向けて、まあそれももちろん、うん、あの商品特性としてはいいんですけども、はいはい、やはり皆さんに、ね、知っていただきたいっていうのもありますし、そうですよね、はい、そりゃ、うん、マクドナルドで毎回ビッグマック食ってるだけのお客さんよりかは、うん、まあハンバーガーも照り焼きもみたいな、うん、いっぱい何こういろいろな、そうですね、あれですよね、メニューがあった方が、はい、多分もちろんいいと思うので、はい、だからその点に関して言えばこの社内から減衰変えられるっていうのも、いやものすごく理にかなっている、うん、そう持ってる人によって全然違うじゃないですか感想が、そうですね、はい、なのでやっぱりこういうのもすごくいいなとは、うん、思うんです。例えば昔はそのスポーツカー乗ったりしていじってたけど、はいはい、今はご家族持ってミニバン乗ってる人でもやっぱりちょっと車高下げたいなとかいらっしゃると思うんですよ。自分も結婚して、はい、やっぱり硬い車とか乗るとは、うんうん、もう家帰るとあ出た出たとか言ってお金をもう嫁からバカにされるんですよね始まってもまたなんかウィングカーボンのウィングつけてるみたいなもうまあ関西人なんでガツガツ言われるんですけど、うわもうやりおったわとか、またこんなウィングつけて恥ずかしくないんかみたいな言われるんですけど、いや違うんだそういうんじゃなくて、俺はこういうこうちょっと硬いのがいいんだって言っても、まあまあ理解されないんだよ、そうですね、なのでやっぱこうやって大人で大人に乗れて、まあ嫁が乗ってない時にちょっと硬くできるっていうのは、いやものすごいいいなってですよねそうこっそり、そう、やっぱり市場のパパの心を使うのは重要ですからね、こういうもんだなって、ね、そうなんですよ。さあ、実際に運転して戻ってきましたけど、はい、まあなんかサスペンション作った人に聞くのもあれですけどどうでしたかやっぱりいいですね、やっぱいいですよね、はい、なんか車高調ってすごい硬い印象あるんですけど、はい、すごいしなやかで乗りやすいし、うん、オートも試したじゃないですか、はい、どんどんまあ、変化してって乗り方に対してどんどんフィードバックが入って変化して目線もずれなかったですし、はい、いやものすごい乗って疲れなかった、あ正直ありがとうございます、はい、いやすごい想像以上に運転乗り心地が良かったんで、うん、驚きました。そうですねやっぱり車高調ってそれこそ硬いイメージとかがあると思うんですけど、やっぱりああいった車ですとその乗り心地スポイルしたら意味がない、うん、でやっぱそこはこだわったポイントではあるので体感していただけてすごい嬉しいです。逆に珍しいですよね、はい、普通車高調とかその車外製品ってストロークを削って車高を下げたりっていうことが多いと思うんですけど、はい、今回のって車高を上げてるじゃないですか、はい、そうですね、だから全体的にストロークを伸ばしつつ、うん、なおかつその乗り味を維持してさらに良くするっていうのは結構難しかったと思うんですけど、はいはい、そうですね、やっぱりああいう上げの車高調ってそれこそやったことがなかったので今まで、そうですよね、はい、下げるの専門だったんですけど、そうですよね、やっぱりまあ今の時代のニーズとかもありますし、はい、そういうのに合わせていってまあやってみたんですけど、やっぱ結構開発には時間かかりましたし大変な部分ではありました。だから、はい、結構そのスロコンもついてますし、はい、ブリッツさんでいうとあとパワーコンもついてて、はい、アクセル踏んだ時のトルク感、はい、まあ20馬力ぐらいって言ってましたよね。そうですね、馬力では20で、はい、トルクだと50ニュートン前後、はい、回ってますね。だから全然乗っててその蹴り出し感がまた変わってて、うんうんうん、乗りやすかったなって、はい、そこも含めてなんかパワーで過ぎると、はい、なんか行き過ぎて乗りづらいとかってあるかなと思ったんですよ、はいはいはい、でも全然そういうこともなくてものすごい自然でアクセルに対してリニアに反応してくれますし、いや乗っててだからそのいい意味でトータルのバランスがしっかり取れてるかなっていう感じを受けて、はい、ありがとうございます、はい、いやいやすごかったです。あと最新鋭のレーザー探知機、レーザー探知機、はい、昔はレーダーだからその最近のあれですよね、オービスとか移動式オービスを検知できないんですけど、レーザーになると、はい、要はそこがそうですね、検知できるようになるってことですよね、はい、レーザーコンもちゃんと受信できるような、はいはい、あと自分でこのディスプレイ、はい、欲しい情報を、はい、要はいじれるっていうことはかなりシンプルで分かりやすくて、うん、あれもすごい自分個人的にはすごい良かったなと。ああ良かったです、思いました。ああありがとうございます。やっぱりそうですよね、でそれをまたトータルしてやって車1台分をしっかりプロデュースして作れるっていうのはやっぱ、だからコンプリートカーとして、うん、いや俺個人的に完成度、俺自分で言うのもなんですけど、うんうん、
我ながらよくできたみたいな。ですよ、本当にかっこいいですし、はいはい、なんか車高も上がってて、はい、でその全体的なコスメティックなこうラダーとか、はい、あのガードとかも入ってて、はい、やっぱり全体コーディネートして、まあ、少し車重が重たくはなってるんだと思うんですけど、それを感じさせないぐらい、はい、パワーエディターとかでパワーも上がってますし、うん、コントロール線も良かったので、はい、いやなんかすごい個人的になんか嬉しかったです。あ、僕、はい、そう言っていただけると僕も嬉しいです、はい、なのでまた次回もいろいろと、はい、あのブリッツさんの商品もつけていこうかなと思いますので、 ありがとうございます、はい、よろしくお願いいたします、よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。車の話番組 YouTube では公開映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。